片野城城は、静岡県八合津市作牛、片野上にある日本の城。戦国時代に起きた今川市の家騒動である、花荘の乱の舞台となった。静岡県中部、静岡平野と志田平野を分断する、山海の和峰、高草山の山中に位置し、高草山本体から南西に伸びた尾根の途中、通称、石合山と呼ばれる、標高。 約230メートルのピーク一帯を縄張りとする。石合山のピーク自体は、のろし台と呼ばれており、両線幅が非常に狭く城の本体とは言い難いが、随所に車や掘り切り、土類などの遺構がよく残されている。主角となる車は別に存在する可能性があるが、位置は不明確である。尾根の付け根にある茶畑付近がやや広い平坦地のため、 車ではないかとする意見もある。追記年代は不明。山独の著の国神社、著の国神社誌によれば、築城者は南北朝時代、安倍のカノシウンとの伝えがある。他に、明王二年頃、駿河国の守護、今川氏地下が駿河の支配を確立した後、東東海国方面進出する際の拠点として、築城した可能性が高いとされる。天文五年五月、 当主、今川宇治テルの休死により勃発した、聖武昌法と、兄、玄博江元武による、家徳争いにおいて、玄博江元武派が、花僧城と共に方の上場を占拠し抵抗したが、聖武昌法派の岡部千勝那の攻撃によって、同年6月10日に落城したという、その後の廃城時期は不明。ありがとうございます。